ドーナツプリンは、猫ネ,ネコ作の漫画作品。講談社の漫画雑誌、仲良しに2002年から2004年まで連載。単行本は、ケイシー仲良しから全3巻が刊行されている。カラメル小学校5年生のモ月美久ミクは、学校の星見会で巨大な流星に遭遇し、その正体は、宇宙怪獣の卵と思いきや、生まれたのは愛らしい女の子のモイちゃんだった。 そんな可愛い萌えちゃんや正義の使者のウサッチ、地球征服を企む謎の組織、ブラックシュガー団等と今日も絡める小学校は大騒ぎに、作中の主な舞台となる小学校。緑色系の制服で女子はセーラー、男子は爪襟と半ズボンで統一されている。一時はアクシデントで学校が全開し、プレハブ校舎となったが後に建て直された。 生徒連載開始時は5年に在組だったが、後に6年2組に進級する。教師秘密戦隊ウサッチ、ズ・ブラック・シュガーダンが学園長に就任してから、学園を守るため、ウサッチとピエールが結成したチーム。最初は2人のみだったが、後に、萌えちゃんと、緑、ケロキチに正体が暴れて、以降、5人となった。メンバーの招集は、カエル語放送によって集まる。 地球征服を企む悪の組織。ポンタがカラメル小学校の学園長に就任してからは、生徒たちにチョッカーのコスプレをさせたり、学校のプールを占拠したり、調理実習の肉じゃがを奪おうとする、と、悪事を働いてたが、後期になってから、あまり悪事を行わなくなっている。ウサッチの故郷。ウサギの形をした惑星で、一時ウサッチが故郷へ、里帰りする際、 萌えちゃんやミク、緑が勝手についてきた。ISBN40 億6364万108 ISBN、ISBN40 億6364万361、ISBN40 億6364万620。作中では、ブラック萌えちゃんとの区別から、ホワイト萌えちゃんの通称も存在している。仲良しラブリー2004年9月号増刊。 萌モ萌エ聖モエ人は、その凶悪な性質から萌モエ,モエザウルスの通称で、呼ばれている。ABC、仲良し2003年4月号。第1話では風邪をひいていたため、名前のみの登場だったが正式に登場したのは、第3話から。地下にブラックシュガーダンの基地が存在する。それ以降はタオルで頭部を隠していたが、後に新しいズラを購入するも、以前のズラとあまり変わらなかった。 悪に魂を売り渡した教師という設定だが、生徒たちからは裏で変態扱いされていた。ありがとうございます。